3つほど原因があると思います。まず1つ目が、1年の間に、非常に稀なんですけど、1年の間にピロリ菌に再感染してしまって陽性となってしまった例で、2番目がですね、ピロリ菌の検査で、本当は、陽性なのに、陰性と出てしまった場合ですね。これを偽陰性というんですが、例えば、強い三分泌抑制薬であるプロトンポンプインヒビターというお薬を飲んだ状態で検査を行うと、陽性の方でも陰性というふうに出てしまう場合があります。で、3番目は、胃カメラで、組織を取ってピロリ菌の検査をした場合、サンプリングエラーで、陰性と出る場合があります。大体この3つが原因として考えられますので、ぜひ一度担当医とご相談ください。よろしくお願いします。